藤川監督が名指しで劇、派遣学会のキーマンは、サード、佐藤輝明。藤川球児新監督、44、率いる阪神は22日から秋季練習を甲子園球場でスタート、日の玉ワン率いる新生阪神が秋晴れの空の下、いよいよ本格始動した。現役引退以降、準永久欠番、として大切にキープされてきた背番号22のユニフォームを身にまとった新指揮官は、選手、スタッフも、この番号の方が見慣れているし、こちらの方がいい、と言ってもらえた、と笑顔。約2時間の練習中はグラウンド内をあちらこちらへと歩き回り、これから共に戦っていく選手、コーチらとコミュニケーションを取ることに努めた。そんな中でも、藤川監督が派遣学会のキーマンとして最重要視しているのはやはり、あの男、のようだ。練習開始前に球団施設内で行われたミーティングにおいて、しっかり姿勢を見せていて、と名指ししてまで劇を飛ばしたのは、他ならぬ佐藤輝明内野手、25。規格外のポテンシャルを秘める背番号8の本格的覚醒と意識改革こそが真の黄金時代到来のための鍵となる。佐藤輝も、しっかり課題を意識しながらやっていきたい、と新たなボスの心意気に応えるべく意欲を漂わせた。この日は打撃練習前に内野の守備位置でみっちりと個別ノックを受けた佐藤輝。岡田前監督の意向でチームの三塁手に固定されてから2年が経過したが、今季の失策数は12球団トップの23。入団当初守っていた右翼へ再コンバートするべきでは、との声も根強いものの、この日の光景を見る限りでは来季も三塁手として固定起用されることが濃厚だ。輝がとにかくホームラン王を取ってくれたら阪神としてはこれまでにない盛り上がりがあること間違いないですよね。そうすればチームの優勝もおのずと近づいてくるなと思います。とにかく来年は阪神では掛布以来の日本人ホームラン王を期待したい。まず牧に勝たないとね。村上、岡本は来年でメジャー行くかもしれないし。佐藤もだけも中野何とかセントアカンのと違うか。はい、年間45本ぐらいで本塁打を独走してほしいです。とにかく佐藤輝選手には、俺にはここしかないんだって強い意気込みでサード練習に取り組んでほしいですね。もう秋季練習は体がぶっ壊れてもいいくらいハードなメニューを組んで特殊で鍛え上げてほしいです。期待が大きいだけに叩かれる。子供を受かったテルが叩かれるの見るの結構嫌やったな。このキャンプで磨きに磨きをかけて成長してほしい。藤川監督との相性がどう出るでしょうか。頑張れ。生涯阪神ファンですが、これは間違いないと思います。ヤクルト村上、巨人岡本と肩を並べるぐらいになれば阪神は相当強くなると思う。守備も頑張れ。とにかく阪神ファンのロマンが詰まっているのがテルですね。大山に関する記事は FA 絡み以外は見ないけど、練習には参加しているんやろな。テレビでも練習風景を流していたけど大山の姿は全く映らないし、藤川も大山には何も触れないし、大山ファンとしては心境穏やかではないな。テル君、ポスティングで米国行かせてくれって言い出すくらいの成績頼みます。大リーグの大男たちは皆フットワーク軽く、守備も見習って成長して。佐藤は毎年鍛えなければいけない時に体力が持たずリタイアしたり、侍ジャパンに呼ばれたりしてきた。この秋は徹底的に鍛えてほしい。外野へ持っていけばそれエラーは減るんだろうけど、佐藤選手一人のためにチームバランスがおかしくなる。もうサードしかないんです。頑張ってください。いよいよ5年目、開花が望まれる年やね。もう少し内容が良くなって安定してくれればな。守備も打撃もね。とにかく守備と送球を徹底的に練習してほしい。名手佐藤輝と呼ばれる日が来るのだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。